えー、自由に歩くということでパート2打ち寄せる波を皆さんと一緒にご覧いただくことになりますこの下の概要欄からね44秒の海の波のそしてカモメの声かな海猫ではないと思いますけどもああとね泣いてるのが聞こえますね、まあ、打ち寄せる波っていうのは繰り返し繰り返し同じような波紋を描くわけですけども1回として同じことがないわけなんですよね私はナミさんや 吉田さんの歩いてきたこの情報業界も同じようなもので似たようなことをしているようだっても同じものは全くないわけですよね毎日変化があり毎日同じじゃいられなくって顔ぶれも随分変わりました前回もお話ししましたけどもその変わる顔ぶれの中で10年間こうしてお互いに依存せずに独立した関係ででも連絡を保ち続けて 稼ぎ続けてる。まあそういった三人の関係っていうのはなかなかないんじゃないかなと思いますよね。これ別にネットビジネスに限らず何かのね、ビジネス活動をしていて強い信頼関係で10年間結ばれてるってなかなかないんじゃないですかね。一般の会社ですら上司部下って憎しみ合っていたり誤解を生んだり、それこそ近づきすぎたが故に見えないものがあったりとかするものですけども。 私たち三人っていうのはね、お互いに依存することもなく、そして過度な期待をすることもなく、何かの契約を交わしたりすることもなく、でも、そんなものが関係なくぐらい、関係なくなるぐらいね、お互いが結ばれるものがある。それは何かっていうと、この業界で生き残っているという信頼ですよね。まあ、これから、この業界で何かをしようとする人も思ってほしいんですよ。 10年後まで付き合える人、誰を選ぶかなと。10年間続きそうな人は誰かなと。もちろん私を選んでいただいても構いません。10年間やってきましたし、これから10年、20年も当たり前のように続けていく所存です。それでは、打ちをする波を見ながら考えたことをお話ししてみました。ありがとうございます。